宮脇さくらさん、どんな感じのカムバックでしょうか、楽しみです。キョン、かっこよ。Vogueでこれ書いてあった流行りのルックスなんですって。カイリー・ジェナーは同じ格好してました。ここ VFX でやってんの、やだ、すごいんだけど。カズハの日本語、ゴモスさん、ディレクターさんのセンスだよね。おぉ、オンニー、かっこよい。ちょっと待って、かっこよすぎ、ユンティン、無理。Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。ということで、よろぶん、ありがとうございます。今日はですね、ルセラフィムの Easy トレーラー Good Bones 見ていこうかなと思います。ということで、ルセラフィム、パーフェクトナイトが、まあデジタルシングルだったんで、デジタルシングルだったんですけど、めちゃくちゃ音源成績が良くて、すごいですよねってところで、カムバックめっちゃ楽しみです。もうすぐ G アイドルカムバックするんですけど、まあそれの次ぐらいかな、ビッグカムバックは来月の十何日ですよね。これ見ていきたいと思います。クリエイター目線でちょっとリアクションしつつコメントしていこうかなと思います。推しは誰かと言いますと、クラオンに、はい、ヌナですね。クラヌナ、推しでございます。皆さんの推しは誰でしょうか？コメント欄で教えてくださいということで。ちょっと次のカムバック、まあデジタルシングルがあれだけ売れたから、どうなんでしょうか。英語でさ、フル英語、フルイングリッシュの曲があれだけ売れちゃうと、ちょっとどうなのってところなんですけど、これ今後も英語で言っちゃうってところはちょっと気になってはいるんですけれども。はい。宮脇さくらさん、どんな感じのカムバックでしょうか、楽しみです。毎回成長していらっしゃる。でね、ユンジンがバズってるらしい、海外で。うん。見ていく。今回のね、これでね、Good Bones ということで、再生。ルシャルフィン。I'm forgiven, I'm a villain. お、かっこよ。かっこよ。チョン、かっこよ。香港映画みたいじゃん。なるほど。ちょっとこれクリエイティブディレクターさんのセンスが良すぎるぞ。超かっこいい。ピンク髪にしたの？いい、スタイル良すぎるんだが。これ鍛えたね、今回のためにね。これダウン光ってるんだけど、てかこのユンジン、かっこよ。このユンジンの、ルックスね、カイリー・ジェンナーちゃんやってました、この。履かない、下履かないやつ、ルックス。海外で流行って。Vogueでね、Vogueでこれ書いてあった流行りのルックスなんですって。カイリー・ジェナー同じ格好してました。かっこよい、ユンジン。カズハの日本語。おぉ、オンニー、かっこよい。ちょっと待って、かっこよすぎ、ユンティン。無理。この、最新のトレンドです、これ。なんか、もともと、バレリーナとかが、昔ね、ちょっと前、90年代か忘れたけど、やってたルックスらしくて、それが、なんか、リバイバルみたいな感じで着てるらしいんですね。この、下を履かない。ボトムスを履かないっていう。うん。超かっこいい。ノイズ乗っけてんね。ノイズ乗っけてんね、映像にね。あえてね。おしゃれだね。みんな死ぬわけです。あえて、もうさ、アンフォギブンらへん、アンティフラジャーらへんからちょっと、すごいセンスを感じる。まあ、もちろんデビュー曲も良かったけど、フィアレスも。MV のセンスめっちゃいいなと思って、もう、さすがハイブ、お金あるし、うん。今回はクリエイティブディレクター、スタイルよ、ユンジン。うわ、すごい腹筋です。あ、うんちさん、かっこよ。おーマイゴーシュ、大丈夫、うんち。てか三角をここでやってきてるんだよね、今回。すごくないですかね、怒涛のちょっと音。これ多分スタントマンだよね、途中までね。ここは途中までスタントマンで、あとカットこれ切り替えた後にうんちにしてると思うんだけど、いやーすごいねー。何、トレーラーってこんなクオリティなの、韓国今すごいわね。うんちのこのピアスめっちゃかっこいいし、髪にこれタトゥー入れて、これなんて言うんだっけ、すごいね、もうスタイリストさんのセンスが。アイライン超かっこいいし、なんか昔のアブリル・ラビーンみたいな。
かっこいい。あ、ズハ。Unstoppable。 この歩き方よ。おー、クラオンニヌナ。なんかちょっと何、日本だともう椎名林檎さんみたいな、そんな感じの世界観じゃない今回。かっこいい。ズハの歩き方ズハの歩き方。いや、ちょっと髪の毛やばい今日。あの、ごめんなさい。かっこよ、アイラインかっこよ今回。 Easy crazy how I can make it、 なんかシュッって書いてあったよね。あの線引いてあって、で Easy I make it look easy、 簡単に見せさせるみたいな、うん、ちょっと治安の悪いこのロングコートうん、おしゃれだね、ここら辺。あえて100、もう、反転、もう逆にさせるっていう、上下逆にさせるっていう、ちょっと新しいね、ここの映像の技法としてね。MV、横はよくある、横はストレイキッズとかでよくあるんですけど、逆、上下逆は面白い。うん。ちょっと、勉強になります。ディレクターさんのセンスが、ズハが、あ、違う、ズハじゃない、クラオンニが、かっこよすぎる。オンニじゃなくてヌナここ VFX でやってんの、やだすごいんだけど、わーアンティフラジャイルで隕石落ちてきて、うわやべえなって思ったけど、やってくるんだねこういうのもね。超綺麗だし CG の入り方とクラオンに目からビームすごい曲、結構パワフルな曲で来るんじゃないか今回ね。え、うわ、伝説のアイドルが鼻血、おほほ、鼻血ペローだよ。いやーすごい、スーパーウーマン。ちょっとなんか、あ、なんかさ、マーベル入ってるかもね。若干もうそこら辺マーベルの要素も入ってきてかっこよすぎ最近このシールをさ、メタルのシールを2つ貼って、あの、ほっぺたピアス風にするの流行ってるよね、韓国でね、スタイリングでね。え、超かっこいい。クラウンに、かっこいい。ここら辺もすごいね、お金かけたね。トレーラーだよ、ただの。うわ、かっこいい。ダンクしてって。下目線で下に NBA の選手いるみたいな感じ。かっこいいよ。カルバンクラインかなこれ履いてんの。かっこいいね。チョンちゃんね。いやいやいや、Directed by Yu Huan Gwen。かわいい、おしゃれだね。これ、なんか、あの、ワイヤーに乗っかってるのか。ロゴが、エンドロールが。え、おしゃれすぎー。ちょっと中国映画っぽい要素もありながら、最近のトレンドっぽいルックスだね、映像はね。ノイズ乗っけてね。ここのさ、これ、カズハちゃん？ネットフリックスみたいじゃん、ちょっと。ここのショット。主人公で、なんか、アベンジャーズ風な感じがする、ここら辺。なんか、超能力持った女の子みたいな、わかる？なこっち系で行くんだ。もうちょっとアメリカ勢にすっごい刺さってるかもね、今回のコンセプトね。映像のルックスもそうだし、そのユンジンのファッションもさ、下履かないで、まさにカイリー・ジェナーだけど。おー、面白い。なんかちょっと昔のアブリル・ラビンを思い出すようなアイメイクとかもあって。Make it look easy。簡単に見させる。けど簡単じゃねえぞってことかな。うん、Make it look easy. I make it look easy. 簡単に見えるけど、簡単じゃねえんだぞ、みたいな感じ。結構上から見せるような感じだよね。上、あのなんか、あなたたちにはできないわよ、みたいな。本当の秘密を教えてあげる。私たちみんな死ぬわけだし。で、ここのね、ユンジンのパートが海外でバズってるんですよ。海外ピオナの。超かっこいいね。スタイル良すぎ。
モデルできるよね。173とかだよね。アイブとさ、ルセラってちょっとスタイルやばいよね。で、マンネウンチェのまさかのスタント。本人じゃないよ、もちろん。ここすごいね。だってカツラかぶってるしね、スタントマンがね。本人やってたらちょっとハイブ心配になるけど、最近ハイブ、芸能事務所4大事務所で初めて、医務室をね、事務所内に医務室を設立したということで、怪我してもまあ大丈夫でしょう。で、アンフォーギブンだっけ、鼻生えてるシーンあったよね。なんかそこら辺、カズハちゃんは引き継いでるのかなと思うけど、この歩き方が個人的にツボです。たくましいカズハちゃん。うん。なんか、あとここら辺のお花とかさ、ウェディングドレスを着てお花がこう散りばめられてて、地下のパイプ管の下で寝るクラちゃんっていうのが、世界観がすごい独特で面白いなと思って。で、もう超かっこいいのよ、こことか。もう何？あれだ。そう、ここで言いたかったのは、スイサイドスクイットのハーレークイーンちゃんっぽい感じがいたしまして、うん、ハーレークイーンだね。完全に。この辺もめっちゃかっこよくて。いや、みんな今回のカムバックのために、もちろん髪型は空港で隠してたけど、腹筋とか、めっちゃ筋トレしてきてる感じもしてましたし、CG の作り込みがすごすぎる、緻密すぎる、もう本当にさ、一番最後のこのロゴの入れ方とかもさ、すごいクリエイティブだよね、ディレクターさんとか。クリエイティブディレクターさん、もう完全大優勝事件なの。いや、すごい。で、一番最後のこのショットとか上からで、寝転がってて、うんちがなんか食べてるみたいな。こうもさ、ディレクターさんのセンスだよね。しかもチェリー乗ったちょっとケーキ食べてるんですよ。ルックスもすごいアメリカンだし、大好きです。こういう感じのスタイリングというか、作品、コンテンツ、トレーラー。いや、すごいね。2月19日、6時からということで、韓国時間6時。まあ、日本と今時差ないんですけども、ということで、見ていきました。イージートレーラー、イージートレーラー。もうバズってるんです。ユンジンちゃんのルックスが。ということで、楽しみですね。レセラフィンもあんまり動画にしないんですけど、今回見てみました。ということで、面白いなと思ったら、いいねボタンのクリックと、チャンネル登録忘れなくお願いいたします。Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. 次回の動画でお会いしましょう。Goodbye. Be honest, yeah.